じゃあ、はい、始めましょうか。 Facebook ライブも行きます。はい、3、2、1、お願いします。はい、こんにちは皆さん。ウィックでゴー、ウィックでゴー福岡までやってまいりました。はい、こちらですね、ウィズアルファさんで、はい、まあ、我々うん、まあ、薄毛だったり白髪だったりっていうのが若干気になり始めた全然あらかんなんで、はい、ちょっとテスト的にウィッグをやってみようということで、はいはい、川井さんも本当に馴染んでますよね、うん、どうですか、うん、神田さんもね、今日ロッド・スチュワートと木村拓哉を、はい、合わせた、見せながらスタイリストさんにね、うん、木村スチュワートです。木村スチュワートですごい、はい、これ結構インパクトありますね。これいいです ね、ここがいいですね。グリングリンが、これ自分で調整できるかどうかが不安なんですよね。後でね、これまあ何日か経ったらね、うん、コテを買って、うん、まあ後ろもすごいですよ ね、 なんかね。これでも別にどこの美容室に行ってもいいわけですか、こういうのつけて。これはウィークなんだけど、うんうん、スタイリングしてよと。あ、それどうなんですか、美容室 OK ですか。提携じゃないと。いや、スタイリング自体は別に、うん、いいよって言ってくれるところであれば。あ、そうなんですね、まあ、ウィークはダメですっていうところもあるんですかね。なんか怖いから嫌だ。そう、それがね、そもそも効果がね、カットは嫌だ、ね、スタイリングあんまり関係ない、人毛だったら関係ない。あ、なるほどね、うん、やったことあるっていうところだったら多分受け付けてはくれる。ああ、そうですね。最近ウィッグ若い子もしてるんで、はいはいはい、はい、美容院ってこう、じゃあカットなくて、はい、スタイリングっていう価格もある。ああ、多分標準ではないんですけど、多分言えばなんかしてくれるところはあると思います、例えば何でしょう、結婚式場のところとかってもう大体ウィッグなんか使ってたりするので、そうですね、あともうウィッグはこう自分でウィッグ台に乗せて、うん、自分でできますもんね。そうなんです、うん、見えないっていう。確かにね、それができる。そっかそっか、それ大きいね。自分だと三面鏡でも相当難しいけど、できないできない。ポカッとこうやって、うん、こう乗せて、うん、本当は自分の頭もそうやったら散髪できるよね。それに乗せてやるわけだ。そう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 、うん、じゃあこれも 3D プリンターで、うん、自分の顔作ればいいじゃん今時で、代わりに出勤もしてもらうで、VR で自分はそれ見て、なるほど、ね、仕事だけして、そう、プロジェクションマッピングして、そうそうそう、でここは喋るの声はスピーカーで家にいながらすでアバターだね。そうそう、マネキンだけ電車乗って、ロボットが出勤してくれて、なるほどね、うん、いいな、ウィークの未来、はい、ウィークの未来、うん、ああでもそうだね、でもだいぶ違いますよね、これ、あるかないかで。だって僕これだったら天下のなやしになくて歩けますもん、道。今までは天下のないと歩けない、歩けない、恥ずかしくて、あ本当に今日これで神田さんの中に恥ずかしいという概念があるのかってことに今まず驚いてるんですけど、天下のないとちょっとね、心を持たないというか、上げ上げにならないですね。あ、なんか自分じゃない感じが、ちょっとね、ちょっと消極的な自分に、あるべき自分の姿よりちょっと老けてる、うん、やっぱりその薄毛の問題ですね。薄毛っていうよりもなんか見るからに自分じゃないんですよね。あ、天下の部分がね、ないとね、あまりにもこのブランドがあるから。そうそうそう、うん、でも今日なんかこれテンガロンいらないって感じ。いや、あのねテンガロンパワーがもうこの髪の毛だけで結構ねなんかインパクトがあるからね。インパクトありますよね。グイグイきますね。グイグイ。でもな、さん特有の職業的には何してる人に見えますかこれ。そうですかね。はじめまして、おじいちゃん、私こういうもんでって、職業は何者。美容師さん。美容師さん。美容師さんか。でも業界的な感じはします。業界的な、これカーディガンこうやって上こうやってディレクターさんみたいに今日格好はね、ユニクロの西森モデルだからね、なんかちょっとこれに引っ張られちゃうまあ、ね、叩きの人じゃないっぽいのが感じだよね。バーのマスターとか。ああ、そう、社交飲食にも見えるね、はいはいはい。でもやっぱロックっぽい格好すればなんかそっちの方がジャラジャラと。そうですね、やっぱりそっちだな、うん、それロックっぽいのいいと思います。木村スチュワートで、ギター抱えて、ギター持ってたら絶対で、あとサングラスね、ちょっと怖めのサングラスして、うん、で、ドクロいっぱいぶら下げて、うん、いいと思います。あ、こうジャラジャラね、ジャラジャラ、シルバーがね、いいですね、いいですね、いってもいい。手が大きいから似合うんじゃない、ジャラジャラ、ジャラジャラ、うっすってね、こう髪、こういじる時のこう気持ちの上げ具合ってやっぱありますか。あ、なんかね、でもちょっとそう、なんか触り心地がね、やっぱり、うん、うん、なんか昔の自分の、うん、髪、うん、普通の僕はハンズのウィッグを 2,3 個持ってたんですけども、それと全然違いますよね。
まあ、値段も違いますけどね。パンツので街歩くかっていうとどうですか。ああ、ない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 、うん、ない。やっぱこれだったら街は OK、うん、今日もうこのまま飛行機のピピッと鳴らないのを確認しながらねえ、あと鏡こっちにしてね、ね、飛行機なんか寝ててずれてて気づかないままとかっていうのがちょっと恥ずかしいかわかんないからね。そこはちょっと気をつけて。そうですよね。これでも自由自在に全部できますからね、これ。そうですね。そういうあの なんていうんですかネタ的な、ネタ的なものもあるのと、あとベストポジションもあるんでしょうね、多分かぶる、かぶるところの、だって、うん、帽子だったら普通ずれてもおかしくないけども、これってずれるとすごい変になりますね、うん、前髪がちょっと長かったり短かったり。そうですね、だって前髪がこうなるだけでも変なんですよ。うん、あ、そうですか、ね、これがやっぱりここに落ち着いていかないのと、ここになるだけでもだいぶ表情変わりますもんね。そうですね、うん、定位置はある、定位置あると思います、うん、あ、でも僕今日のこれ一番もうこのまんまキープしたいですね。80になっても、はい、70になっても、うん、そのヘアスタイルはもともと何を狙って。これですか、はい、これはもともともう最初は昨日の段階はキムタクさんのね感じでやっててテレーンとしてたんですけど、なんかこう河合さんがちょっとねあのお直ししてるのを見てたら、僕はこのあのフェイセス時代のロッド・スチュワート、あの日本でいうと釜谷ヒロシさんみたいなね、ここのツンツンのキツツキカット、パイナップルヘアみたいな、うん、これをね、でもね、今日カットしていただいたんですけど大丈夫ですかそんな切ってって立てるんですかみたいなね、うん、その辺のジェネレーションギャップがあるとかなりの量切りましたよね。かなり切りましたよ、だってコアコア、アキナさんコアコア切ってんだもん、なんかこれ立っちゃいますよ、いや立てないんだからいやでも綺麗に立ってねえ、本当に本当世代の人は知ってる、そう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 ですよね。そうですよね、多分あの高校生の時も似たような、はい、高校の時のね今写真がなかったかな、もう同じような感じになってます。高校の時はこんなグリングリしてなかったですけども、もうこのツンツンなカット、なんか17歳、18歳ぐらいの時ですね。ねえ、蘇ります。蘇る。うん、あの時のタータンチェックのベイシティローラーズもこんなんですよね。タータンチェック着てね、なんかまたやりたいなみたいな気持ちになります。普段今もギターしたりやってますよ、ね、バンドも、ね、はい、やってますからね。絶対それ行ったら、うん、みんな盛り上がりそう。これはなんか、うん、そういう意味ではね、もう一回もうキャーっていう声を聞いてみたい。いや、いつも聞いてるじゃないですか。キャーは聞かないで。あ、そうですか。うん、イエーイぐらいはなんかキャーは聞いてことないです。出てきただけでね。出てきた。声じゃなくて。出てきただけでキャー。イエーイの拍手じゃない。黄色い声ね。いや、ちょうど今ビートルズもやってるからね。うん、うん、やっぱりあの辺のティーンエイジャーの頃の。うん、でも思い出しますよ、なんかこうやって、うん、ね、35年ぶりとか。うん、うん、もっとなる、40年近いんだ。そっか、うん、40年近い。40年は考える、鏡を見ると、うん、40年前の自分を思い出す、ね、そう思い出しますよね、なんかね、いや当時のあの時の彼女今どうしてんだろうとかね時々思いますよ、やっぱりフェイスブックいるんじゃないとかって、うん、フェイスブックで出会える可能性多いですもんね。もう30年ぶりぐらいに昔付き合ってた子会いましたもんね、フェイスブックでご無沙汰してますって。お互いショックじゃないですか、大丈夫なんですか。いや、いい年の取り方されててびっくりしました。今の方がいいんじゃないみたいな、そっくりの、うん、ね、そういうのがフェイスブックになってからすごいですね。だからそういう意味では、うん、昔の、吉田栄さん見てたらぜひフェイスブックで、あの今お名前どうなってるか知らないですけど、そうですよ。やっぱそういうのもあります。河合さんなんかそういうの、どうしようなるか、ここに味噌入れて、河合さんの今ディレクターもやってるから大変です。目線がうるさい。河合さんはどうですか、そのウィッグになってきて昔の思い出に浸るとか。うん、昔というよりね、やっぱり今、うん、自分が白髪が多いから、うん、あの髪を伸ばすと、そんなに多いかな、伸ばしに、うん、伸ばすと染めなきゃいけない、だから切ると、うん、あの切る頻度が上がる、だから伸ばせないっていう感じになってるんだけど、うん、でも伸ばしてみたらこうなるかなっていうのが実現できたのが嬉しい。だからその、うん、昨日もなんかちょっと髪の量が多かったりまだチューニングがね、はい、あのフィットしてなかった、自分で違和感があったんだけど、はい、まあ、その今自分の白髪じゃなかったとして、うん、
半年ぐらい伸ばしたら、うん、こんぐらいになるって感じになってきたから、うん、ちょっと嬉しい。でもこれは現実には難しいわけですよ。この髪の毛に伸ばすとこれはもう毎月白髪染めして、はいはい、でもかつそのそうです、ねね、こんなに毛量もないから、うんうん、それが嬉しいです。だからあるべき髪の毛の、うん、なんていうのこう変身願望ではなくて、こうしたかったのかな。河合さんでもね今日思ったのは、はい、結構自意識高いですよね。自意識高いってどういう意味ですか。自意識高い、そもそも低いと思ったの。いや、はい、僕は人からすると自分でも高いし、それは別に他人もみんな自他ともに認めてるからあれだけど、河合さんそんなね、うん、その見栄えにすごくそこまで気を使ってらっしゃるとは思わなかった。あ、でもその、うん、老けたっていうものを鏡で見た時に何で感じるかって、はい、まあシワ、はい、シミ、はい、白髪、はいね、薄毛じゃないですか、はいはい、だからその部分ですね。やっぱ白髪っていうのは圧倒的にこう老けて見える、うん、年取ったんだなって思われる要素なんですよね。河合さん今ねそのね、うん、ど真ん中にいるからですよ。ど真ん中な、うん、何の僕の身みたいに、ね、ある程度それ10年も経ってるから、何加齢を感じ始めるのが40過ぎぐらいだと、もう27歳ですけども、はい、50中盤になるともう気になる、はいはい、そうそうそう、多分そのど真ん中の加齢、うんね、のなんかこうシングラリティがグーッとスピードアップする、ね、そこにいるんですよ。ありましたか。あるあるある、そこだそこだ、うん、そうですね、なんかすごいアラフォーあるあるじゃないですか、うん、でも僕はその時に天下のかぶってたんで、うん、そこはね見えない、感じなくて済んで、やっぱりシワとシミがすごく、シミも結構ねレーザーでやったりしてましたもんね。シミはあのレーザーを初めてやってみて、うん、だいぶそれのおかげで効いてますね。あ、そうなんですね。うん、シミはもう、まあ、また焼けてシミになるんですよ。もうこれも動乱塗るか、うん、あの、まあ、テレビ的なね、ま、真っ黒にやればいい、うん、でもねシワはどうしようもないですね。でもシワはでもそのブロードバンドレーザーはシワにも効いてびっくりしました、ね。へえ、うん、すごい、やっぱエステ的なのもされるんですね。あ、そうですね、それをやってみて、うん、最初はだから整形手術行きますって、いやこれ整形じゃないですからって誤解招きますからってな。これあくまでもレーザーを照射するだけの、うん、美肌効果とシワができにくいっていうのが、それやっぱりどっちかというとアンチエイジング的なアンチエイジングですね。そうですね、うん、でもね、なんか、やった時にはあんまりピンとこなかったんですけども、うん、そこからの経年劣化が割とストップしているから、うん、あ、これ女性からするとそうなんだろうなと思って、女性は絶対ですよ、うん、男性でもやっぱあるんですねと思って、うんうんうん、まあでもやってみたらどうなるのか、今日もね現行ネタと好奇心となんかいろいろそういうところからのスタートだったんで、うん、うん、でもなんかそういう意味ではアンチエイジングもそうだけども、女性の場合のそれと男性とはねちょっと違うと思う。なんか、うんうん、見かけがこうどうなってきて嬉しいっていうのもあるんですけども、男の場合はなんかこう自分の自信につながるかとか、うん、自分のなんかモチベーションが上がってくるとかね、そういうのが、うん、本日はいやいや、なんとなくちょっとだけなんか不自然かなと思ってあ、なんかですね、ここはですねちょっとごめんなさい、あのもうちょっとやり直した方がいいなと思うんですけど、ここはちょっといきなり感が出てるんですよね。あ、前にかぶりに行ってるから、うん、ちょっと後ろに、うん、なんかしたらいいのかな、ちょっとそこは気になって、画面からそういう感じが分かる、うん、そう、すごい気になって、ちょっと、映像からいきなり出てきます。じゃあすいません、ちょっと後ろ目にしてみましょうか、はい、あ、俺の装着位置の問題、はい、装着位置が、それとなんかここら辺がですねちょっと黒い感じなんですよね。ちょうど影があってそう見えるのかな。もうちょっと後で調整し直します。質だとちょっとあんま分かんなかった。僕ちょっとキツツキにしてみて、いやいいでも、はい、すごい個性がなんかちょうどいいくなってる感じ、なんかもうここがいいそうこんな感じです私のイメージ本当なんか神田さんだって感じ。あ、そうなんですか。あ、もう天下のなしでこれからこれで天下のなんかチャラチャラブレスレットやら指やらジャラジャラシャンプーハットを黒く塗っといてここでねこの線だけはここだけで後であとボハーッとこう出すとかね、うん、でもせっかく天下のなくしちゃったせっかくこれが天下新しい天下なんです。そう、なんか昨日天下のハットどっかになくしちゃったんですまあでもたくさんあるんでそうですね、はい、多
神田さんってこう自分ってこれだよねっていう感じになったのかなと。あ、そうですね、それはすごい感じます。これテニスそのままやってみたらなんか10代のあの頃を思い出しますよ、うん、もう本当に。昨日はねやっぱり神田さんなんだけど、うん、ちょっとねコスプレしてる感じが見てて、ね、今日はこれ神田さんそのままっぽい。昨日はなんかちょっとヤングオーだったヤン昭和か、あの昭和の、あの感じだった。まあ、これはでもね昔と30、70年代と今2010年代の、うん、キムタクさんと、はい、木村スチュアートのハイブリッドですね、はい、ちょっと釜谷さん入ってるんですけど3つぐらい入ってる。釜谷さんの方がこういう風に、まあ、ロックとイケメンが入ってる、はい、アイドルですね。そうで錦織モデルが入ってる。錦織モデルでも錦織さんもロングヘアにしたら結構また違う。あの人もね目がはっきりして、うん、見た感じで言って河合さんと、うん、そうね、うん、こうちょっと錦織って言われたかったからその髪にしたとかそんなんじゃない。錦織に似てますかね。まあここだけだと目パッチが、うんうん、まあ、じゃあラケットとか持ってきて、うん、そう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 、それできるかも、うんね、うん、久保田俊信に似てるよね。あ、まあ、でもやっぱり岡本先生ですか。岡本先生岡本先生岡本先生眼鏡かけてんじゃなかった。いや素顔、うん、あ、そう前見したけどね。ああ、だいぶ全然また違うみたいな。ちょっと俺眼鏡が似合いませんね。すごい人が入ってます。そう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 、もう老眼鏡なんで。なんか神田さんはよくナンパされるみたいですけど、昨日はナンパはされないですよ。ナンパしてるんですよ。ナンパはされたことないですよ。なんか昨日はなんかナンパの、度合いが結構アップしたって聞いたんですけど、はい、もうかなりね、あれですよ、普段できない大胆な。だって聞きます。いや普通道歩いてる人にウインクとかできないですよ。ウインクできるようになりましたよ。もうすごいですね。外国人 OS が入ってきたんですよ。そうそう、アイコンで、うん、なんか不思議なパワーが、不思議なパワーで目とウィンクされてこうやってされてみんな石になるこれ。でもあれですよ、あの僕あの海外であまりね海外ではどうのこうのって言うつもりないんですけど、あのエレベーター乗るじゃないですか、はいはいはい、エレベーター乗るとあの絶対誰か来たら必ずこうね止めてくれたりとか、ドア開ける時もこう後ろの人がいたら開けてってやるじゃないですか。日本でそれやるとドア開けて待ってんのに睨んで別のドアから入っていくって、なんで開けて待ってんのに会って済む話がこっちから睨んで何してんのこの人みたいなあるわけじゃないですか、うん、とかでウィンクする癖ついたのはエレベーターに乗った時にもうこうやってこう開いてて乗ってきたら入ってこうやってウィンクするのが普通なんですよね。でも、うん、はいっていうのは普通ですよね。そう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 、知らない人でもこう、うん、歩いてたらもう特にエレベーターなんかは女性と男性だったら女性がこの人変じゃないというのを確認したいがためにはいっつってはいと声で声が出て帰ってくると安心なわけじゃないですか、うん、逆にね、なんかやっぱそれに慣れてて日本で癖でエレベーターではいってウィンクしたら、うん、でもまあちょっと凍るかもしれない。いや日本だとでもやっぱりね。ねえ。でもちょっとその文化を壊す。その文化を。日本の文化はちゃんと。うん、でもその文化はあ日本じゃダメだなってしばらくずっと封印してたのが昨日ウィッグをつけて蘇っちゃいました。そういう。流れがあったんだ。だってね、あそこの無印良品のとこでもオーダー頼んだ時に女の子と目合ったらこうやってウィンクしてそんなことしないウィンクしちゃう。ほんで女の子なんかウィンクされちゃった。目を合わせてしまった。ウィンクゲームしてんじゃないのかな、別に死ななくていいからみたいなね。これ川上さん一回ウィンクみたいなこうやって、僕も両方できるんですよ。両方右かな、右かな、右目しかできない。でも左も眠いだけなんです。ちょっとやめよう。スマートなウィンクってね、こうなっちゃうとね、こう大丈夫か。日本人もウィンクできる。僕も下手なんですよ。顔全体がウィンクしちゃうから。鍛えないといけないこれね。やっぱこうなっちゃう。上手ですよね。パッチンってできるんですよね。でもやっぱりウィンクするときはなんかニコった笑顔でこうやってやりながらのぐらいの方がちょうど、うん、奥様は魔女みたいなね、うん、そう、鼻褒め褒めでやる。昭和感が。いやでもね、それぐらいまたなんかね、こう上げ上げモードに戻ってくるのは、うん、ガラスに映るね、自分とかまた見てね。そうそうそう、
あとやっぱり服をなんかいろいろ変えたくなる、変えたくなりますよね、なんかね、保守的になってたんですよね、やっぱりね、こう髪の毛とかね、そういう白髪とかでね、だからちょっとやっぱりタイムスリップじゃないですか、鏡を見ると、まあ、10年20年ぐらいのこうタイムスリップ感があるから少しもう一回若返ってみようっていう気分も含めて、ね、そういう気分になりますよね、特にこんな巻きも着てこれと思えば楽器かスポーツかか、人間の年齢は意外とこのここの外で決定づけられてるんじゃないかってしてくるよ ね、 ね、まあ、よっぽどここがさこうシワだらけじゃなければ、だって釜石宏さんもあの髪型のおかげでねえ、あれ白髪の人だったらおじいちゃんですよね、そう、もうこの辺のね、もう多分シワやらシミやらすごい若い人でですね、あの白髪全部が白髪の人いたんですよ、で多分30代ぐらいだけど、あの全部白髪の人っているじゃないですか、あの電車乗って席譲られてましたからね、あの白髪があったらお年寄りっていうのを私たちはもうインパクトされてるんですよね、まあそうだよね、坂本龍一みたいなタイプじゃない限りはね、まあお年を召した人と思いますもんね、最近平気に優先座席座ってるんですけどもちょっとこれで優先座席座るとどけよって言われてたね、そう全然優先座席普通にね座ってて何も言われないから寂しいですよね、でも話戻るけど釜石さんもあのおかげでずっとロックミュージシャンでいられる感じがします、ねえ、あのヘアスタイルだからもう80になっても俺ロックミュージシャンに全然言えない、そうやっぱり釜石さんぐらいなああいう感じで、まあ女性だってね黒柳徹子なんかはね、そうですよね、ここで顔がいくらシワになってももう頭に気を取られるからね、そういう意味ではそのアンチエイジングもそうだけど、ただねやっぱりなんかもうちょっと今までのそのウィッグの概念がもうちょっとやっぱり変わった方が、なんか普段の僕は帽子の感覚で、もっと帽子なんですよね、おしゃれアイテムっていうか、そのバランス取れるからつけるよみたいな、行く場所に合わせてね、ちょっと変えてみたりとかっていうのができると、そのモードの気分で違うかも分かんないな、なんかね、劇場に行く時にタキシード着ていきますであったりとか、あの周り行く時に墓も履いていきますとか、なんか成人式とか、TPO でね、ドレスコード、ドレスコードで、あ、今日あれだ、今日ね、レセプションパーティーが夜あるんですけど、これでいきます、行きますよ、今日あの人と会うんですよ、河合さんも行きません、時間あれば、ほら世界の愛人、世界の愛人、違う、日本人、何でしたっけ、あの豊光じゃなくて断密じゃなくて、そうの加納さんでもなくて、ほら橋本まなみさん、おお、エロいエロい、今日初めて会うんです、会うっていうか、これでいきましょう、これでいきます、それでこれで今ウィンクでちょっとまなみちゃん、まなみちゃんにポンと久しぶりとか、元気まなみちゃん元気、覚えてないだろうなって、だいぶ雰囲気変わったから上がっちゃったしね、変わりすぎる、変わりすぎる、いいよ思い出せないんだったらみたいな、見たい一応ツーショット撮っとこう、はい、見て、いいですね、久しぶりにお会いしたポールさんですねえ、誰だっけなみたいなあるかもしれないですね、そうそう、そういうのが楽しみになりますね、人に会うパーティーとかね、パーティーとかね、これからハロウィンもあるんで、パーティーとかね、ツッコみやすいですもんね、なんか会議とかと違って、あれなんかちょっと変わってますみたいな、言いやすいですよね、ハロウィンはでもコスプレじゃないんだけどな、ではないんですね、普段使いで、まあ、本当 TPO とか服装に合わせて、頭も変えるっていう、面白いという感じですね、洋服変えるのなんで頭変えないんですか洋服変えるのに頭時計と似てるかもね、今日の雰囲気はこっちの時計で行こうみたいな、僕だからアプローチやめたのは、そのいつも同じ時計してるのが辛くなっちゃってあそこフェイス変えられるんじゃないですか、液晶フェイスは変えれるけれども、結局アップルウォッチで同じなんですよね、フェイスを考えてる、だからこう物理的な時計を使った方がいい、そうなんですよ、そうなんです、分かる、黒がいいとかね、黒がいいとか、白いフェイスがいい、でかいやつとか、それありますね、見えますもんね、そうです、女性はね、こうアクセサリーやるけど、男性は時計か、ハットか、あれか、ハット少ないでしょ、だから時計か靴ぐらいしかないです、
ネクタイ最近してないし、あ、うん、そうですよね、もう時計か靴に限る、ね、これとかあのこれノブいつもねしてますもんね、これね便利ですよ、眼鏡引っ掛けたりとかそういうパーツなんです、じゃなくて便利だ、肩こりとあとねないとね寂しいんですよここ、なんかわかります、なんかないとな、ないとなんかね寂しい、あると何らかの形の肩こりも効くらしいけど、神田さん横の線が好きなんだね、天下の天下のとか横に線を入れて、そうそうそう、割とベルトベルトもこの割とデカめのごっついのとか、なるほどね、うん、もう昔チャンピオンベルトみたいにしてましたバンタム級チャンピオンみたいなエリビスプレスリーのビックリ、みんなが見るポイントをいっぱい作りたい、そうそうそう、割とね、ただね今難しい、話してほしいんですね、うん、難しいのは今ねインの人いないから、ね、あ、だからベルトは見せる、実際は見えないアイテムにならないですよね、あと靴下履かないとかね、一日ですね、あと毛がないとかね、なんかブラジリアン、今でも本当夏場はそうですよ、やっぱりあの焼けてて裸足で毛がないのはやっぱりテニス行った時におばさま受けいいですよね、あ、はい、あ、脱毛してんのこれって言われて、あ、もうあの僕あのメンズブラジリアンなんでって、みたいな、わかるんですよね、あの卓球のあの選手と一緒でパンツも履いてないですよって、みたいな、下は脱毛ね、上は増毛、そう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 、そうなんですよ、まあね、そんな感じでね、やっぱりね、いろいろ自分の中でも変化が楽しめるし、うん、やっぱりね、そういうのでなんか新しい自分のウキウキ気分みたいなものが、うん、やっぱりこれ変えられるのは、これ経験してる機会が少ないと分かんないですね、うん、相手もね、こう自分と親しい人が、うん、あのな最初こうね、うわー似合わねーとかね、似合うとか言いながらだんだん慣れてくるのみたいですよね、そう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 、こういう人とかな、違和感だんだんなくなってくる、うん、多分これでね、僕脱ぐとえーみたいな、そうなんです、そっちが違和感ですよ、絶対あると思う、そうなんですよ、これ多分もう見てる人も河合さんも脱ぐと、はい、あ、そっか、河合さんってそうだったんだみたいな、もう見慣れてくるでしょ、うん、見慣れてくる効果がありますよね、これでも見慣れてくると思うよ、うん、もう慣れてます、自分がに慣れてくると、うん、人もなんか、あ、そうか、そう、自分がそわそわしてると伝わるのね、それがまたね、そういうのがありますよね、もうだいぶ俺慣れてきたらこの前家に帰りますから、僕も自分も慣れてくる、これセットが自分でできるかどうかが、パーマかけれるので、ね、だから今日のうちにいろんな人に会った方がいいですよ、セットがうまく決まってるから、決まってる、橋本さんもそうだけどいろんな人に、今日飲まないみたいな、そうね、そうね、橋本まなみさんね、ぜひもう、あのアフターどうみたいな、アフターそういう職業じゃないアフター関係ないいいですね、分かりますよ、本当に、うん、楽になるかも、うん、でも美容室もびっくりされません、あのすいません、パーマしたいんですけどこれ実はウィッグでっていう、人間と同じようにやっていただけるんですかね、あ、全然大丈夫、あ、そうですか、あのスタイリングとかだったらもう全然いけます、ね、あ、そうですか、はあ、まあでも、ね、これで写真撮っといて、うん、こんな感じにしたいっていうふうに言えばいいわけですよね、そうです、それからあのロッドスチュアート見せる、はい、こっち見せるこうなるはずだからって、こうなってたからみたいなね、でキムタクと合体しなきゃいけないここはロッドスチュアートでここキムタクですよみたいなね、モンタージュ写真キムタスチュアートでお願いしますみたいなね、でもキャラに合ってるっていうのが一番いいですね、あ、うん、なんか自分でもすごく、そうですね、はい、今日もう一回あのレコード屋さんの店、あー、あれ昨日と違うそうそうそう昨日と何が違いますかみたいな、わかんない、あんまり興味ないんですからすごいな、この人たちだって18歳ですからね、彼女ね、だってお父さん絶対河合さんぐらいですよ、あー、わかんない、ね、そうですね、うん、もしかするとおじいちゃんと同い年とか言われそうですよ18やりよ、ね、いやでも本当にそれでもアタックできるんだなっていうぐらい、うん、うん、すごいな、すごい、すごい、うん、自分が女性だったらどのような女性になってたかとふと思いました、あ、うん、今でもね男性でこれだから女性でだったらもっとなんか美意識とか高いややこしい54なんだろうなねえ、ややこしい、神田さんが女性だったらかなりあれだね、一緒にいたくないね、熱くうるさくてなんかブイブイ言ってた昔のブイブイばっかり、上沼みたいなね、上沼さんみたいな、あの奥さんもう本当にみたいなね、
面白おばちゃんに面白おばちゃん。でも上沼さんも今相当ごっついことになってません？あんまり見ない、関東ではね見ない、ね、でも僕同窓会とか行ってもびっくりしますよ、みんなの老け具合そうですよね。もう本当にもうええー、っていうぐらいもう自分が、ね、変わってないからね、意外とね。神田さんは若いもんね。奥さんもらって子供もどうのこうのしてきてて、なんとかでって家のローンも払い終わってみたいな、もうあともう何もすることないみたいな、早期退職の人とかね増えてきてますから、やっぱりなんかちょっとインパクト欲しいですよね。なんかでもウィッグを体験できる機会があればいいんですよね。そうなんですよね。なんかそれができる、それがコスプレでも、まあ最初はコスプレでもいいんだけど、そう本当に最初はもしかしたら、あの安いやつ乗せてみて、なんかおやっぱ昔こんなんだったよねっていうのを思い出してもいいのかもしれないですね。でもウェブサイトを拝見してて思ったんですけども、俳優の方が役でこうね着られてて、その間にもともとの自分の髪型をされるって、あ、これはこれでありなんだなって、自分本来の髪型にしといて、夏は暑いから行っちゃって、侍になってる時全部行っちゃって、あとは普段の自分の髪型になるっていう、その使い方もすごい新しいなと思って。そうですね、役柄でどうしても坊主にしなきゃいけなくて、ね、その間に他の仕事が、ね、入った時にできないとか、それ何回も結構ありましたね。そうですか。あとなんかこう時間的に、あの時系列がおかしくなるから、ここでは長くないとか、そうか、撮影する時にね、そうですね、ラストの時に撮るのと最初の時とって、そうなんですね、あるんですね、20年後みたいなところとかね、みたいなね、髪型変わってたりとか、やっぱりそういう意味で自由度高いね。なんていうと、パッと取ればね、元のところと入れ替え聞くわけで、じゃあそろそろ締めでちょっとこの状態と脱いだ状態ちょっと見ていただきましょうか。最後ね。ね。もう締めでいいですか、なんかいっぱい報告があるけど、ごめんなさい、勝手に進んでるのが、なんか勝手に俺たち喋ってますけど、そもそもインタビューじゃなくて、なんか言わないと勝手に言わない。神田さんの話題の移り方すごいですよね、さっきから聞いてて。いや、なかなかできないわ。エレベーター仕掛けねえよ、全然無音部分を作らない男ですね、さすがです。初めてウィッグをつけられてすごくこうテンションも上がって、そしてなんかこう前向きな感じでこうどん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 こう皆さんにこう積極的に接してらっしゃったんですけど、実際にその、まあ男性の方が同じようにおしゃれ感覚でウィッグを使うときにテンションの上げ方の、まあ、コツといいますか、どういうふうに見せたらお二人のように近くなれるのかなお二人のようにどうですか、どうでしょう。なんかね、僕が思ったのは、まあ、自分もその 薄毛が激しいとかね、まあ、白髪があるってのは、そういうすごい悩んでるわけではないんですよ今。だからすごい悩んでないんだけどウィッグをつけてみて思ったのは、悩み本当にね、これが悩み始めると、今度はそのウィッグをつける、つけてないの差がどんどん激しくなってくるから、この意外とまだそんなに気にしてないけど、でも自分がこの先白髪がこう増えていくだろうみたいなのがこうなんとなく見えてきた頃に、ちょっとそういうモードを変えるためにウィッグをつける。この人はウィッグをつけてる時とつけてない時と、あと、A タイプ、B タイプ、C タイプがあるみたいな、いうライフスタイルを周りに提示していくと面白いなと思いましたね。そうやってな、周りを慣らしていくみたいな、髪型はこの人結構場合によって違うんだっていうことを、それは感じました。でもその時に最初におもちゃみたいなウィッグをつけると、意外とそのなんかこうコスプレ感みたいな、学芸会感みたいなのが出ちゃうから、それそこは難しいですね。僕ウィッグは初めてね、こういうちゃんとしたウィッグっていうのは初めてなんで、これがそのいわゆるああいう東急ハンズとかで売ってるのと全然違うじゃないですか。だからその、まあ、科学的なものも含めてね、はい、どういうふうにこういうものを自分のライフスタイルに取り込んでいくか。でも取り込んだら面白いなと思って、僕はこれ夜のね、その自分の今度スタジオのね夜の管理人みたいな仕事の時にこれつけようと思ってるんですよ。はい、昼はつけてないんだけど、そのスタジオにいる受付のプロデューサー、イベントプロデューサーみたいな感じなんですよ。
箱のね、イベント箱のプロデューサー、うん、やってる久しぶりみたいなっていうキャラはこれでやっていこうと思うんですよ。役作りに、だから自分のそのイメージする役作りにこのスタイルをしよう。でもこれは本当に自分の髪の毛を1年かけて伸ばして白髪を染めてってやってたら切りないし、これまた短くもできないから、うん、短いものにこう足していく、うん、でまず A タイプ、で B タイプ今度もしかしたらこういうミュージシャン風とかね、うんうん、なんかちょっとミュージシャン風に見せたいみたいな、そういう感じで、うん、なんかスタイル選ぶ、ね、そんな感じで本当に楽しめればいいなと思いますね、うんうん、僕はね、河合さんの言ってるようにこの B タイプっていう、うん、変身、うんうん、もうガラッとこう違う自分になってみるのも、うん、多分服のイメージも全部変わると、うんうん、何かガラッと全部その普段着れなかった服みたいなものにチャレンジすることによってなんか別の感性っていうか、うん、なんか、うん、違うなんかこう吸収するものがあるような気になりますね、やっぱりね、うん、違うキャラを自分で演じることによって、うん、何かその、うん、多分精神的にもすごく解放されたりとか、うん、自分じゃない自分になれるっていうのは多分僕の今なんかこのそのモードに入ってますね、うんうん、まあ僕が天下をかぶってるのはやっぱりその、うんうん、自分の経年の勘だっていう自分がよいしょっとね憑依してる、うん、中井くん、中井くん疲れるわみたいな感じでいつもの言う、うん、あの感じと似てるんですけども、うん、これはこれでまた違うこうもう一個の、うん、ここ第3のキャラクターがここまでチャラいことやると本当チャラいことしないといや十分チャラいと思いますけどチャラいことしても全然チャラくない、その感じでチャラいのがもうねこう腑に落ちるチャラさになるわけじゃないですか腑に落ちるチャラさね、五臓六腑に染み渡るこうチャラさでやっぱりなみたいなねそう、さすがに天下君ではそこまでできないことがこれではできるような気になるんで、すごいやっぱり指輪とかチャラチャラこうチェーンとかなんかごっつい長い財布この辺でぶら下げたりとかなんかしたくなりますよね、なんかね、ヘッドホンとかしたくなりますね、あとやっぱりジャラ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 させたい、これがこれが肩こりじゃなくてもうジャラジャラ、逆にこう胸毛あった方がいいんじゃないですか、消耗してこうギャラしてるみたいな感じで、こう普通はもうわざわざブラジリアンでここだけ植毛して、うん、このコネリー毛が増えていくコネリー毛がね、セクシュアル来るかもしれないですね、ありがとうございます、はい、今日はやらされてこうなんか宣伝してるっていう風ってもう明日から使わないとか言うんじゃないんですよね、全然そうそう夜の生活に違う、ね、これはやっぱり気に入って帰れるのが今日やっぱり、ね、あもうそう、俺昨日の感じだと俺これかぶれないなと思って今日の感じこれいいこれはね、もうちょっと使う、もうちょっとね、もうちょっとギリギリまで帰ればギリギリまでラーメン出前だってもらってあこれでラーメン食いに行っててもな、なんか違うんだったろうな、なんかどうですか皆さんこれ慣れました、そうそうそう、コメントをちょっと今どんな風に来てるんですか、なんかちょっとコメントあったら読み上げて、コメント読めないのかコメント読めないよね、こっち向いてるとね、これフェイスブックさんちゃんと共鳴になるのなんとかしてほしいですね、なんとかしてほしいですね、なんか理由がある、特にコメントはない感じですかね、もう人のなんかありますよ、そっち、はい、今、はい、アウトカメラでやってる神田さん、70年代だねって感じ、70年代だね、そうですよね、ファッション全部70年代に変えるといいかも、うんうんうん、参加しました、うん、参加しました、あすみません、あそっち、お二人で岡本商店街に今から来てください、神戸の方から行く岡本商店ですジャケット羽織っても決まると思うので一回持参されたやつ羽織ってみてほしいです、あちょっとジャケット、でもジャケットだと下は黒くない、あれ俺ジャケットどこやったんだろう、ジャケットも忘れてるよ昨日一回出してましたよ、昨日もああホテルに忘れてきたじゃん俺もホテルに充電器忘れたから一緒に取りに行きましょう、あジャケット忘れてきたじゃあ違うの着てみよう、あこれまだね、ラッパー系だ、西小屋ヤオヤオみたいな、全部ユニクロだからどうですか、おあおあなんかね、あいいですね、おあなんとかちゃん、アンドちゃん、なんなんですか、なんか言ってください、ちょっとコーチみたいになりましたね、なんかね、なんか、
あ、ごめんなさい、ちょっと一回なんだっけ、なんかチャラいよねチャラい、やっぱりいいですね、なんかなんかやっぱり80年代90年代の匂いが80年代っていう青い炎的な圧ですね。あ、でもよかったです、あのジャケット忘れてるの思い出しました、ね、ロッド神田さん、うん、髪型でテンガロンハット風に、神田さんのウィンク講座、神田さんのイメージはミュージシャンよりスポーツマンかな、そう、スポーツマン、スポーツマン、ロッキーまんまん、真面目なインタビューがようやく始まった、神田さん70年代になりましたね、河合さん短パンとマッチ、靴下、靴下かっこ悪いからね、ごめんなさい、靴下、靴下いらないから、うん、ワイルドで、はい、そんな感じでコメント、はい、今何人のかで、よかった、でもジャケットも忘れてるの思い出してくださってありがとうございます、コメントの、これはごめんなさい、人数見れないかな、はい、コメントなかったらジャケット分かんなかったと思うな、15人ぐらいですか、上に一番上に、10、そうです、5です、はい、15、はい、15人ぐらい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、外すところとか、はい、そうですね、外して、質問はもうそんな感じなんですか、もういいですか、なんかまだ、はい、ほとんど自由にしゃべっただけです、はい、今からこうカツラを、カツラっていうかウィッグを、うん、はい、使おうと思っている方へ、ね、はい、なんか一言というかウィッグを使おうと思って、はい、お前さんのやつ、はい、まあ、ウィッグを使おうと思う人へアドバイスという意味では、そうですね、それはまあどういうご事情でねウィッグを使うかってものにもよりますけれども、何でしょうね、やっぱり自分自身が鏡を見ることって多いと思うんですけども、その時の気分がね圧倒的に変わるっていう、内面が変わるっていうのが一番大きいんじゃないですかね、その相手がどう思うかっていうのはもちろん気になるんだけど、その前に自分がガラスに映るとか鏡に映った時にやっぱりこうおおっていうね感じがしてくるし、それが1日経つとだんだん慣れてきて、これが自分の顔だっていう風になってくる、この目の慣れとか気分の慣れ、気分がだからふわっと上がって、でそのままそれが定着する感じね、これが面白いです、ね、まあ僕の場合はどっちもテンションは高いんだけど、でもやっぱりねこの黒髪の長い髪っていうのは実現できなかったから、ここ10年ぐらい、なんかやっぱり30代ぐらいの感じっていうのは気分としては戻ってきてるっていう、戻ってくると多分社交性とかも変わってくるし、なんていうのかな、なんか今までちょっともう俺おじさんだからなとかって思ってたものがこうふっと一歩入れるみたいな、まあ、ウィンクができるじゃないけど、僕の場合そんなラテンなことできませんけどコンビニの店員さんとこう目を合わさなかったのが合わすようになるぐらいには違いはあるかもしれない、はい、なるほどね、僕はでも、ね、これも被って、ね、高見沢さんちになった感じとかもそうなんですけど、なんか自分のなんかこう合う色みたいなものが、僕は意外だったの、黒が一番フィットしてんのが意外でしたね、なんかこうおしゃれ的にはこういろいろ白とか茶色とかいろいろ試して、青とか試してみたいなと思いながら、やっぱり黒が一番自分にフィットする色なんだなっていうのも、やっぱり染めてみるまで分かんなかったですもんね、うん、それで初めて黒にしてみたのと、あとはサイズをちょっと僕は LL の大きい方にしていただいて、これだけで良かったと思う、うん、これがその L のサイズの時にはピタッとしてて絶対こう落ちない感がすごくあって安定感をしてたんですけども、やっぱりずっと長くいるからちょっと締め付けが、うん、そうそうそう、ある程度の締め付け感いるけれども、ずっと締め付けられてると厳しいところがあるんです、だからこれテンガロンハットと一緒で、帽子と一緒で、もうどうしても脱げないぐらいピチピチは絶対被ってられないんですよね、だからある程度のこのフィット感を残しながらなんとかでっていうのは、初めてウィッグをつけた時分かんないんじゃないかなっていうのが、そうですね、そこの経験値はちょっといるかも分かんないですね、あとね、慣れるとね、慣れるとっていうかね、ウィッグつけるまではね、このつけるのねすごい大変なんだと思ってたの、はい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 、本格的なウィッグって聞いたから、なんかすごいこうなんかそれをつけてこうつけることに朝1時間ぐらいかかるみたいなイメージだったの、でも結構これって気軽に、取れたりつけたりできるんですよね、だから結構汗はやっぱりかくんだけど、汗かきの人は、それはトイレ行ってパタッとやって拭いてまたこうやっても大丈夫だから、そういうふうにこう、あ、日常のメンテナンスとしても意外と思ってたほどなんか苦じゃないな、今日川合さんどうですか、つけ心地は。今日いいです、なぜならここがなくなったから、そういうことこれが、ね、すごく昨日ずっとやった、この辺の温度帯はどうですか、
ここはまあまあいいですね、うん、今冷房効いてるっていうのもあるけど、うん、だから多分ね、うん、これからの季節は絶対いいと思うんですよ、うん、で冬場絶対暖かいと思うこれ絶対、うんうん、これ冬場は絶対ね、うん、もう暖房器具としてウィッグを使用するっていうのもありかもしれない、うん、暖かい冬はいいですね、うん、多分僕のこれ耳も着てるから、うん、もう寒い時これ結構いいかも、うん、これマフマフつけてるのと同じぐらいの効果、ねうん、でメンテナンス聞きましたけども、うん、じゃあこう冬はいいとして夏はどうするかとか、うん、整髪料をこうねつけられるか、うん、つけていいと、うん、つけて洗う時はこう湯に通すんですか、うん、こうにしゃぶしゃぶってすれば、うん、またその整髪料は落ちると、うん、ねそれそういうぐらいでいいっていうね、うん、それもいいですよね。メンテナンスはだから人間の頭と同じ状況なんですよね、うん、ただ皮膚がないから皮脂がベタベタすることはない、することないから基本的に1週間に1回ぐらい、はい、1週間に1回ちょっとこう、うんうんまあ、それ便利だな、うん、便利ですね、うんうん、頭皮だけ洗えばいいそうですねこっちはこっちに任せといてあとねこう生活量とかこう自分でつけてこうやってると、うん、なんか本当に自分だと思うようになります、うん、毛自体が、うん、こうなんか確かにねなんか高校生の時とかのなんか休み時間みたいな気分ですよ、はい、なんかこう気にするって、はい、だって髪の毛短いからさもう気にしてたことなかったんだよね最近まあこういくわこれでみたいな、うん、いや僕もう本当にヘアドルアイロンとかあんなの本当35年ぶりでしたもんねえフッてやってね毛がこうフッフッこれ嬉しい嬉しいかも嬉しいだって今日久々にあのブラシブラシねそうコテ欲しいとか言ってたもんコテ買おうかなやったら何年ぶりあと言ってたよねさっきねそのメンテはねこうつけてね、はい、セットしてやれば、はい、自分でやる簡単、うん、だって自分の後ろを自分でできるからね理想の見えないもん、ね、匂いは無臭ですかっていう匂いは無臭は新品のねこれは無臭ですね、うんうん、特にゴム臭いとかそういうのないそのうち全部ね自分臭に変わると思うんですよねそうですね曽田雄二に見えてきたね俺臭に変わってくるんじゃないですか ねいや全然匂い気にならないですよね、うん、そう小田裕二がそうね小田裕二とかの顔ああいう、うん、あの80年代トレンド俳優の目とかにちょっと似てる、うん、濃いんでしょうね僕らあの過剰に濃いからなんか昭和って感じがしてでなんか昭和臭ありますね我々こうね昭和臭明星の表紙みたいな、うん、キラーみたいななんかあのほら醤油顔とかと全然違うって局面にいるよねなんかこうそうまあソースっていうかとんかつ薄いソースっていうか濃くはないんだけども、うんまあ、そんなに濃くもないんだけどねそうですねまあ喋りが熱くしいからね俺たち熱くしうるさい普段はね黙ってるけどこれねカメラ回したらしゃべるしゃべるしゃべるいくらでも何時間でもしゃべってでも意外と気軽にねだからウィークはねあの思ってたほどなんか大変そうじゃない感じしましたよ、うんまあ、まだ2日しかつけてない、ね、そう、うん、いやでも今日なんか橋本まなみさんに会うの超楽しみ楽しみですね人に会うのが楽しみになるっていうね、うん、超楽しみになってきた、うん、ウィークしちゃおう最初の恥ずかしさを超えるとそういう外へ出ていく人に会ったりする、うん、久しぶりに会うってことが、うん、逆に楽しくなってくる、うん、なんかね、こう、そうですよね、それは面白いですね、ね僕も早くね、お客さん呼びたいの、自分のね、スタジオに呼びたい、うん、あれみたいな、うん、もうアイコン、フェイスブックのアイコン変えたんですよ、そうだんだんさなぎみたいに変えてって、昨日から、昨日は自分の自毛でこうやってて、昨日こうなって、今日こうなって、うん、今日の写真が今ね、多分一番ね、ナチュラル。そうですね、昨日はねちょっと似合ってないとも言われてたの、うん、コメントで誰か言ってやるよ似合ってないってでも今日は多分ね結構ねスポッとハマってるからしばらくこれでいきますよやっぱ自分ご自身が一番分かってて、ね、やっぱお土産が抜けて、ね、そっかもともと生えてたとこじゃないエリアにあるとやっぱり気持ちが悪いねうん、全然ない生えるはずがないところに何か毛がある、ね、僕もやっぱりもみあげねすっきりしましたねすっきりした、うん、結構ここが立って本当に神田さんにね僕もなんか本当になんか従来の自分の、うんうん、感じになってるだからそうやって自分の顔ってやっぱり自分の顔が一番よく知ってるのかな、うんうん、多分そうだったんですよ ねそうですよね、うん、いやーよかったということで最後はさあ行きますかいよいよどうぞじゃあじゃじゃさようなら皆さんそれでは皆さんバイバーイうわーこの落差ないようわーこれ
うわこれ今自分でびっくり、逆にダウナーになってますよ俺もなんかうわなんか違う、なんか足りないな、なんか足りないな、やばこれなんかテンション一気に下がったテンションが下がったの終わりました、ありがとうございました。俺すっごいテンション下がった自分で全然ダメじゃん。そうですか、もう恥ずかしい、無理だわこれもう慣れちゃいましたね。これは無理だわ、もう取れませんねこれ18歳の前で絶対取れないな、これショック受けますよね。18歳の子で、あ、なんかなんかテンション高いね、パパみたいないいねって、あでもちょっと暑かったから取るよって、みたいな。あ、もう全部自分がこっちに慣れちゃってましたよ、うんうん、私も慣れてました、慣れましたけど、あ、すぐ戻れてよかった、うん、よかったよかった、あ、もう、いや、恥ずかしいわ、とすると、そうですか、もうすごい慣れてなんかもう馴染みがもう早くて、もう全然もう、うん、俺もなんか足りない感じがする、これないとパーツが足りない感じがする、最後でびっくりだ、ほんと途中で切れてしまいました、容量が。ああ、そうだったですか。これしたけど、何だった？あ、容量がもらえない。容量が、ああ。なるほど。あ、ぜひこれ使ってくださいよ、こっちに。すみません、ちょっと。ありがとうございます。